社民党が皆様に訴えたいことがございます。それは我が党が今回の参議院選挙で大きなスローガンとして掲げている強い国より優しい社会、これを皆さんに訴えたいと思います。この中に含まれているのは国民一人一人が明るく元気に前向きに生きていける、そういう社会を作り出していく、そういう思いを込めて作ったスローガンです。バブル崩壊以降、そして金融危機以降の日本の経済政策、これはまず強いものが、力のあるものが、金を持っている人たちが豊かになれば多くの国民もその恩恵を受けるという、そういう考え方に基づいて経済政策が行われてまいりました。しかしそうした経済政策を長く続けてまいりましたけれども、結果はどうだったでしょうか。今や3人に1人が非正規、賃金も300万を切る、そうした方々がたくさん生まれています。その結果として日本経済どうなったのか、内需は小さくなり、ますます輸出にドライブがかかる。その結果として諸外国の景気を変動をもろに受け、その度にリストラが行われ、正規から非正規への雇用の転換が行われていく。その結果としてますます国内の需要は小さくなり、さらに外国への輸出に拍車がかかる。こうした経済政策が続けられてまいりました。国民の生活も苦しくなり、また経済も不安定化する、そうした上から豊かになっていくという経済政策を大きく転換するときです。まず働く人たち、そして地方、中小零細企業、第一次産業、こうした部分が強くなっていく、豊かになっていく、そのことを通じて強い大きな企業も国内で十分な市場を確保し、その中で適切な価格で物を売ることができる。それがまたひいては雇用拡大をし、そして賃金を上げていく、そういう社会を作り上げていかなければならないと思います。こうした社会になれば、社会保障、今大変大きな問題になっています、社会保障についても十分対応可能です。識者の方、あるいは政府はよくこういうことを言います。昔は胴上げ、多数の人で一人の高齢者を支えていた、今は騎馬戦になっている、最後は肩車のような状態になってしまうということを言って、さまざまな社会保険料の引き上げ、あるいは消費税増税、一方で給付については年金を引き下げる、生活保護を切り下げるということが行われています。しかしもし働く人々の給与が上昇すれば、支える人たちの力が強まれば、たとえ肩車であっても十分に支えていける。問題は支える人の数ではなく、支える人一人一人の力強さであると思います。社民党は強い国より優しい社会をスローガンとして掲げております。優しい社会とは、一人一人が豊かに強く生きていける社会に他なりません。